イザックイーノは、イタリア共和国シチリア州パレルモ県にある人口約4600人の基礎自治体。映画監督、フランク・キャプラはこの村で生まれ、幼少時に家族と共にアメリカに移住している。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。村の名はアラビア語で、水が豊かであることを意味する、ブーセクインに由来する。 パレルモ県西南部の内陸に位置するコムーネで、本村のあるコムーネ本体と2つの飛び地からなる。2つの飛び地に定住人口はない。ビザックイーノの本村は、コルレオーネから南西へ、約 14km リベーラから北へ、約 22km 南西海岸の釈迦から北東へ、約 26km 県と州とパレルモから、 南南西へ約4 7トル、アグリジェントから北西へ約5 2メートル、トラーパニから南南東へ約7 4トルの距離にある、飛び地の一つ武術は、本村から北西へ約1 5トルほど離れており、ベイリチェ川の上流ベイリチェシニストロ川をせき止めた、人造湖、カルチャ湖のほとりに位置する、六カメーナの村から南東約5キロメートルほどの場所で、 本村との間には、コンテッサ・エンテ・リーナの村がある。もう一つの飛び地であるサンビアージョは、本村から南西へ約1 1トルの距離にあり、アグリジェント県の県域内に位置するパレルモ県の飛び地となっている。サンブーカディシチーリアの村からは、東南東へ約5キロメートルほど離れている。村内の風景隣接コムーネ、編集コムーネ本体に隣接するコムーネは、以下の通り、 飛び地、ブルツァに隣接するコムーネは以下の通り、飛び地山ビアージョに隣接するコムーネは以下の通り、12世紀以来、地元の有力者たちがこの村を領有していた。1778年に、モンレアーレ大司教の所領となり、その後王領に組み込まれた。1678年にはトリトーネ山の近くに、マドンナデル・バルツォ礼拝堂が設立されている。村の主要な教会堂は、 先霊者ヨハネに封建されたもので、1713年に完成したコムーネの主産業は農業である。農産物としては、穀物、オリーブ、野菜、アーモンド、ヘーゼルナッツ、ワイン用のブドウで、主として都市部に出荷されている。また、牧用も盛んである。国立統計研究所によれば、2001年、国勢調査時点での居住地区別の人口は以下の通り、 ISTAT は人口統計上、家屋密度の高いチェントロ・アビタと密度の低いニュークレを浴びたとまとまった居住地区を形成していないケーススパースの区分を用いている。上の表で地名がすべて大文字で示されているものがチェントロ・アビタとである。印が付されているのはコムーネの役場、役所ラカーサ・コムーノリーの置かれている地区である。国道シチリア島西端のマルサーラから 内陸の小町村を東西に結んで、サレルの県内陸部のレルカーラ・フリッティに至る SS188 が、本村南部を走っている SS188 からは北へ、非線の SS188C が分岐しており、本村を通って、コルレオーネに至る。このほか、西のコンテッサ・エンテッーナ、南西のジュリアーナなどとの間が県道で結ばれている。ありがとうございます。